DB には、イギリスの高級スポーツカーメーカー、アストン・マーティン・ラ・ゴンダが1950年5月から1959年7月まで製造したスポーツカーである。プロトタイプが1949年のルマン24時間レースに出走した後、1950年4月のニューヨーク国際オートショーで市販モデルが初公開された。DB にクーペ実業が、 デビット・ブラウンの経営となって、最初の市販車となった2リットルスポーツのエンジンは、オフ4気筒 1970cc に過ぎなかったが、後継者として開発された DB2 には、ウォルター・オーエン・ベントレー設計でラ・ゴンダが製造した、水冷直列6気筒の中鉄製ブロックの VB6E 型 DOHC エンジンが搭載され、性能面では、超速の進歩を遂げていた。 2.6リットルの標準仕様では2機の SU 製キャブレターから 105A 馬力を1951年1月に追加された高性能版のバンテージ仕様では圧縮比を8.161にアップしたい、e、系のキャブレターを装着し 125HP を発揮した。この結果動力性能は飛躍的に進歩し、イギリスの自動車史。 ザ・モーターのテストでは標準型でも最高速度 187.3km 毎時、0から60マイル毎時加速11.2秒という、今日の路上でも通用するほどの動力性能を発揮した。シャシーは DB1 と同じくクロードヒルの設計で比較的太い角断面交換組みで主構造を形成し、フランク・フィーリーがデザインしたアルミニウム製ボディが被せられた。 このボディはフェンダーが車体に完全に融合した戦後型の二ドアクーペとなり DB1 の過渡的なデザインとは著しい対象を示している。後部には小さなトランクリッドがあったがこれはスペアタイヤのためのもので手荷物は室内から出し入れされた。モータースポーツでも活躍し1950年のルマン24時間レースでクラス優勝を遂げ英国を代表する 高性能スポーツカーブランドとしてのアストンマーティンのイメージはこの DB2 によって格好たるものとなった。デビューがニューヨーク国際オートショーであったことに示されているように台北輸出も DB2 から本格化した。411台が作られ最初の49台には独立したサイドグリルとボディサイドの四角い通気グリルが特徴となっていた。その後のモデルでは サイドグリルは廃され、フロントグリルも一体的なデザインに改められた。また、生産台数のうち102台は1950年の後半になって追加された2、ドアドロップヘッドクーペであった。DB2、4マークアイリアビュー1953年10月に登場した DB2、4は DB2 オニプラスに座席とし、スペアタイヤ用だったトランクリッドを バックドアに改めたモデルで折りたたみ式のリアシートも装備されており、今日のハッチバック型スポーツクーペの元祖というべき一台で、ある。DB2 時代同様にドロップヘッドクーペも用意された。その他外観上では、局面フロントウインドシールドガラス、大型化されたバンパー、ヘッドランプの高さ変更などで識別される。エンジンは当初は、 DB2 の VB6E 型を踏襲したが、1954年半ばには、VB6J 型29、2922cc140hp に強化され、最高速度は時速 193km に達した。DB2-4 も1955年のラリー・モンテカルロや、ミッテ・ミリアに出場したが、この頃になると、アストン・マーティンのレース活動は、 レーシングモデルである DB3 が中心となっていた。1955年には DB2、4M2 に発展した。エンジンは DB3S での経験を取り入れた体型バルブを採用して 165HP に強化され、流行に影響されて、ボギィには小さなテールフィンが追加された。リアランプ自体は当時のヒルマンミンクスのものを流用した。また2シーターで、 普通のトランクリッド付きのフィックストヘッドクーペも追加された。なお、マーク2になって、車体の製造は、従来のフェルサムからティックフォードに移管されたが、ここもデビット・ブラウンが1954年に買収した会社であった。後年 DB4 が登場する頃になると、アストン・マーティンの生産工程全体がティックフォードのあるニューポート・パグネルに集約されていく。d b 4の生産台数は764台、マーア i が565台、マーク2が199台であった。d b マーク3 1 9 5 7年3月に登場した d b マーク3は DB2、4ーク2の改良型で、DB3S に似たかな網張りのシンプルなフロントグリル、新しいダッシュボード、油圧式クラッチ装着などの改良が行われ、 トランスミッションもレイコックとノーマンビルのオーバードライブ、さらにはオートマチックトランスミッション仕様さえも選択できるようになった。リアランプはやはり重要品だったが、ハンバーホークのものに変えられた。当初ドラムブレーキが装着されたが、最初の100台生産後に前輪がディスクブレーキとなり、初期型の多くもディスクブレーキ仕様に改造された。標準型は DBA と呼ばれ、 SU ツインキャブ 162HP と M2 とほぼ同一の性能であったが、オプションのデュアルエグゾーストシステムを装着すると 178HP を発揮し、このスペックでは0から60マイルパーアワー加速9.3秒、最高速度時速 193km であった。オプションの DBB では、トリプルチョーク型ウェーバー製、キャブレター2機、 ハイリフトカムシャフトの採用で 195HP まで引き上げられた。また、両者の中間的な性能を持つ SU トリプルキャブ 180HP の DBD もあり、こちらの方が DBB より多く生産された。d b m III は551台が生産され、内訳はハッチバック462台、ドロップヘッド84台、フィックストヘッド5台であった。 ありがとうございます。